敵機は1秒間に160メートルの速さで突っ込んでくる。死んだら戦え。生き抜くために戦うんだ。あんた、なんで、あの海へ行きたいんじゃ。戦艦ヤマトがそこで沈みました。60年前の4月7日父のことが知りたくなったんです。キラキラ光る。1945年4月6日3333名の男たちは最強最大の不沈戦艦ヤマトと共に決戦の海へと向かった。海軍四等水兵神尾勝美、大竹海兵団に入団いたします。夢が叶うかな。ヤマトが沖縄に行くって噂聞きましたけど。沖縄を守るということは日本を守るということですね。一機の飛行機の援護もなしにこんな作戦が成功すると思うか。私は7000人の命を預かってる。ただの一人の兵も無駄に死なせるわけにはいかん。幽霊に死なせ。俺は君だ。ヤマトが突っ込むなら俺も一緒に突っ込もうとな。俺の母親と妹は守ってやりたい。何としても。ノブアあんた。私の胸の中へ帰っておいで。お前は兄貴を亡くしたんだ。申告すれば船を降りられる。仲間と一緒に最後まで戦います。あいつらさっき命を捨てる覚悟はできていると言いよった。死んだら死んだらあかん。体に折り重なる。Close your eyes。 瞳を閉じればあなたが私に沖縄に行くんじゃろ。死んだらいけ。希望へ駆け上る。あなたが輪に生きている。男たちのヤマト。お父さん